で、トップウォーターでどうだ。いやーでも違うかな、なんだろう、なんかいる。なんか違うな。そうさ、こっちにさ、なんか魚の気配があるとこあんだけど、俺プラグしかやってないからちょっとなんか背びれが見えんだよ。いや鳥ワームで釣れないか。そこの奥になんか背びれ出して鯉かなんかわかんないんだけど、スモールだったら、ああ、そのね奥の方なんだよね。ああ手前は結構ね、イエーイ。カメラに向かって、電池がやばい。よし。撮った途端に蚊がブーンって寄りまくってきた。これカメラ回ってっから一応撮っとこう。イエーイ、軽量スモール、声入らないあでもこっちの頭マイクでカメラ撮ってるから合わせられる。イエーイ、スモール、 OK。Thank you.
回これ飛べて、よし俺も一回トレイルの準備するか。よいしょ。結構上の方は深かったよ。だから魚は釣りやすい。あ、本当。まあまた休めて最後上がる時にやればいいよね。うん、上がりもここ？いや、ね、上がりはちょっと一回あの道路出て、うん、登って前出た、前やったところ。はい、あの席があるところ。席がそう、あの先行き止まりなんだよ、スーさんが行った先。なんかね、木がすごい、まあ越えようと思えば越えられるんだけど、とんでもない感じになってるから、うん、あれだって1匹目2匹目は30センチ超えてくる。マジで、うん、あっちの方がいいのかな。深いからなのかもしれない。深いところがあるといるんだな、そういう、うん、なんかね釣れる。とりあえずこいつここで1匹ぐらいとりあえず釣れる。あ、いいよいいよ。ちょっと俺これ移動の準備する。これ根こそぎやっちゃいそうな気がする。根こそぎやっちゃって、俺ももうねプラグ1回やめてもうワーブイすると。とりあえず楽しまないと。ジョイクルちょっとダメ。え、うん、ダメ。なんかよっぽど深いところ、いいところがないとやっぱ投げらんないね。よし、とりあえず。どうなってんだこれ。こっちか。よし。あ、まあここは普通わかんない、誰も。NZ 入れてからのレゼルブでもな。何かな。
ろうな。おお、出た。置いてたら出るね。ちっちゃいトップ。おお、水面で食ってんじゃんね、虫。やっちゃったな。冷たい。深い。どこで。あ、そこで深み終わった。よかった。ポイント壊しました。おいおいサンキュー。新たな場所で狙えるよ。この先行けるのかどうかちょっと。さらに二次災害、これ確定だな、これ。お、回っちゃってるよ、今出ねえかなとか思ってんだけどな。強一出ました。強一乳首した。乳首した。ただからとんでもないです。おっしゃ、トップ出た。うえ、ちっちゃいけどありがたい、ありがたい一匹が。うー、あ、でっかいのついてきた。スーさん、あー、いや、行っちゃったな。よいしょ、トップで釣れました。おお、元気。はい、レゼルブジュニア、ちっちゃいレゼルブね。いやー、虫食ってんだね。こんな感じで釣れました。小さいけどね、チョパーってね。じゃあ頑張ります。